こんにちは、粟田陽介です。今日はありふれたアイデアでは個性的な絵は描けないのかというお話をしたいと思います。今日はこの紙に不透明水彩グワッシュでハロウィンカラーのオレンジと紫をメインに使ってパンプキンと黒猫の絵を描いていこうと思います。全くありふれたアイデアですよね。それでこのありふれたアイデアを無理してひねろうとか考えないで普通に描いていこうと思います。思い浮かばないことを無理してなんか変わったことって考えていくと、それはスランプに陥る近道となってしまう場合があります。なのでリラックスして描いていきます。例えばあるテーマで絵を描こうと思った時にふっとありふれたことを思いついたとします。例えば夏がテーマなら真っ青な海に魚が泳いでいる風景とか、クリスマスの絵を描くのに真っ白な雪景色にサンタクロースとクリスマスツリーとか、そんなことしか思いつかなくて、そんでああなんでもっと変わったひねりの効いたアイデアが思い浮かばないんだ、そんな時個性的な絵を描きたいと思っている人は困ってしまうのではないでしょうか。私もそんな風になったことがあります。でもこれじゃ絵を描き始めることすらできません。ありふれたアイデアでもそれを個性的に表現すればいいだけの話です。何を描くかではなくどう描くのかという考え方もあります。最初からひねりの効かせたアイデアで描き始めるのもいいんですけど、個性的に描きたいのにありふれたアイデアしか思い浮かばないときはこの2つの方法をおすすめします。1つ目は、ありふれたアイデアで始めてそこからイメージを膨らませて個性的な絵を完成させるという方法ですね。2つ目が単にありふれたアイデアを自分の作風で描き上げるということです。自分の作風で描くってなんかその作風に慣れて描いてると自分自身では何のひねりも加えていないような気がすることがあります。でも難しく考える必要はないと思います。なぜなら第三者から見たらあなたが描いたそれだけで十分個性的で素晴らしい作品なんだと思います。もしかすると自分の作風なんてないと思っている方がいらっしゃるかもしれません。でも今書いてらっしゃるのがすでにご自分の作風です。現在の作風ということですね。で、作風というのは変わっていくことがありますから、もし今の作風に満足されてないのであれば少しずつ自分がいいと思うことを取り入れたり変えていったりすればいいと思います。
これは私自身のことなんですけど、なんか自分が思いつくことってありふれたことばっかりって気がする時があります。なぜなら自分が思いつくことって自分にとってすごい自然なので、ありふれてるって気がするんですよね。なんですけど、ありふれてるとかありふれてないとかどうでもいいことなんですね。なんでかっていうと、それ自分の基準じゃなくて、これを見た、この作品を見た人がありふれてるって思うんじゃないかとかって思うんですよね。私の場合ですよ。で、人の基準で個性だの芸術だの考えても答えが見つからないんですよね。なんでかっていうと、人の答えなんて知らないですから。でも個性っていうのは一人一人みんなすでに持っているものですから、何が個性的っていう答えは自分がもうすでに知っていることなんですね。だから他人がどう思うとかそういうことに答えを求めても分かるわけがないんです。だから難しく考えすぎると分からなくなっちゃうんですね。ちょっと長年絵を描いたりしてて気づいたんですけど、個性っていうのは無意識な時によく出てくるものなんじゃないかと思います。だから自分の個性が何かなんて知る必要なくて、なんか個性的な作品っていうのは無理して作るんじゃなくて、もっと気楽に楽しくしている時に出てくるんじゃないかと思います。なんか個性的な人とかっていうと、なんか変わった人っていう意味だったりすると思うんですけど、個性なんて自分から見たら自分自身なんですから、普通にしか見えないんですよ。だから変わってるなとかってあんまり思わないものなんじゃないかなと思います。作品もちょっと風変わりの方が面白いと思って、無意識にも個性は出るんですけど、それに加えてちょっと自分じゃないものをちょこっと取り入れたりするとなんか面白くなったりすると思います。でもあんまり自分が考えつかないようなことばっかり集めて表現しようとすると、私の場合は失敗することが多いです。こんな感じの作品になりました。パンプキンに黒猫に骸骨にお化け、なんか本当にありふれたモチーフになってしまいましたが、まあ自分らしい作品になったんじゃないかと思います。で、パンプキンといえば10月1日から15日まで神奈川市にあるカフェ堂々というお店でパンプキンパンプキンスというグループ展に参加します。在廊中はまた持ち込み品とかにペイントいたします。よかったらお茶を飲みに、お食事に、そしてアートを見にお越しください。詳細は下の概要欄に書いておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。Ha ha ha.